皆さんこんにちは、声優のみゆきようです。はい、この動画では映画大好きなみゆきようが好きな映画をギュギュッとお伝えしている動画です。その名も題してみゆきようの映画講論です。なんか恥ずかしかったな、俺が。なんか最初にタイトルコールするの忘れちゃってやべえ、どうしよう。やべえ、どうしよう。斜め前の声、トキタコールです。お願いします。今日は何の紹介ですか？はい、今日はですね、なんと前回の回で私はバズ・ラーマンさんのロミオとジュリエットを紹介させていただいたんですけど、今回もね、そのバズ・ラーマンさんの映画でございます。こちらです、うん、華麗なるギャツビーを紹介させていただきます。こちら2013年の映画ですね、うん、はい。まあ、この映画の主演は誰だろう、誰だろう、誰だと思いますか？いや、俺全然覚えてない。はい、レオナルド・ディカプリオです。はい、完全に前回の続きです。お前、今日はですね、今日はパンフレット持ってきました。はい、私の大好きなレオナルド・ディカプリオさんが主演してる腐女子。腐女子じゃないです。美しいものが好きなんです。ほら、超かっこいい。おー、かっこいいね。まあ、というか、まあ、ルミオとジュリエットの頃のディカプリオと比べればやっぱりもう大人になったし、いろいろスキャンダルとかもね、ゴシップとかもあって、ちょっと擦れてはきてるんですけれども、ちゃんと自分なりの信念を持ってね、いろんなオーラが出てきてる。今マジか。友達じゃないですけど見守ってるんです、私はレオのことを。はい、お前の方が年下だろ。はい、おっしゃる通りでございます。10歳ぐらい年下なはず。なんですけど、まあ、こちら華麗なるギャツビーという作品、どういう作品かというのは説明していきたいと思うんですけども、こちらはアメリカの往年の名作小説をルミオとジュリエットのバズ・ラーマンとレオナルド・ディカプリオのコンビで映画化したものですね。元のこの華麗なるギャツビーの小説なんですけど、村上春樹さんが翻訳をして出した本がありますので、ぜひぜひ皆さん、普段なんか村上春樹ぐらいしか読まないって人がいたら、きっと手に取りやすいと思うので、ぜひ。批判か？批判じゃないです。ちなみに私が好きなのは江戸川乱歩です。聞いてねえよ。で、まあ、あらすじを大まかに説明すると、かつて大都会に憧れニューヨークにやってきたニックは心を病み、酒に溺れカウンセリングを受けていた。医師の勧めでニックはある男の物語を思い出すことになる。まばゆく純粋で、そしていつも希望に満ち溢れていた、そして孤独だった男の話を。男の名はジェイ・ギャツビー。ニックの隣人にして時の注目を集めていた大富豪である、ね、こういう感じのプロローグで、その主人、まあ、あえて言うなら主人公、この映画では主人公的立ち位置のニックっていう、サムライミー版の方でスパイダーマンを演じてらっしゃったトビー・マグワイアさんがニックっていう役をやって、ニックはそのもう何て言うんですか、なんかもう疲れちゃって心病っちゃってたんですよ。でカウンセリングに行って、なんか君のなんか記憶にある男の人のことでも思い出してみたらって精神科医の人に言われて、その回想をするんですね。それが回想劇なの？そうなんですよ。この映画ではそういう形をとっていて、そのニックが思い出す男がギャツビー、レオ様なんですね。はい、その、まあ、この華麗なるギャツビー2013年版なんですけど、私の中では2013年度私的アカデミー賞主演男優賞はこのギャツビーのレオ様に捧げたいと思ってるんですけど。いや、まあ、捧げてくれ。捧げました。なんて言うんでしょう、このギャツビーっていう男がどういう男かっていうと、もう本当に世間的にはすごい完璧な経歴で通ってるんですけど、でも誰もその素性を知らなくて、すごいもう見るからに怪しい感じの男なんですね、うん、で、その男の、そういう男がなぜかギャツビーの豪邸の隣にある小さな家に住んでるニックに声をかけてきて、二人は友達になるんですけど、どうもギャツビーはニックに頼みたいことがある、うん、なんとニックのいとこである女の子がいて、その女の子はちょっともう夫も子供もいる身なんですけど、その彼女がギャツビーの昔の恋人だったんです、うんうん、で、なんかちょっと二人はその自分たちの意思とは反してちょっと引き離されてしまったような感じになってしまったんですけど、
ヤスビーがもう自分はもうあのお金も名誉も手に入れたから今度こそ彼女と幸せになりたいっていうので仲介役をしてくれっていう、いう感じのところでストーリーがあの転がり出していく感じなんですよ、うん、で、なんていうの、まあ、そんな怪しげなギャツビーなんですけれどもな基本的にどういう人かっていうとなんていうんだろう自分がせなんか自分はきっとまばゆい人間になれるっていうか自分は神の子だと信じていたぐらいのちょっと中二思考をお持ちなんですけれどもな本当に自信に満ち溢れてる人、うん、きっと自分の夢はうまくいくっていう感じの人でなんか無理を無理とも感じないでただ己の夢のためにひたむきにあの突き進むこともできる人なんですけどそのギャッツビーの姿っていうのが私の中ではそのディカプリオの現実の姿と結構重なるんですね、はい、なんか友達か友達じゃないですよただ見つめているだけです向こうの年上だろこんな話がリクリでもなんかリオ様がギャツビーやるって言われた時にあ、ぴったりじゃんって思ったんですよ。そうですね、あの彼なるギャツビーっていう本当アメリカではもうあの名作中の名作なので、うん、なんか何度か映画化もされてて、有名なのが74年に作られたレッドフォード版の方がすごい有名なんですけど、はい、レッドフォード版ちょっと見たんですけどレッドフォードさんの方はちょっと綺麗すぎるなって思って、うん、はい、なんか綺麗に着飾ってるけどちょっとどことなく汚い感じちょっと擦れた感じがするのがのギャツビーなんじゃないかなと思って、うん、それとディカプリオはすごいマッチすると思います。いや本当にあの芝居文句なかったです。お芝居文句なかったです。あとですね、あ、ですね、ギャツビー、そう良かった。で、あとこの先ほどあの冒頭のニックがカウンセリングどうのこうのっていう話したんですけど、まあそれは映画のオリジナル要素として出てくるんですね。はい。でそのオリジナル要素として。あのニックのその後の行方メインに語らせるというのがあるんですけどあのこれがなんかなんていうの大正解だなと思ってこういうオリジナル要素を入れたのそれもそのなんていうの昔の恋人を一途に思い続けるギャッツビー の, そのメロドラマにちょっとどうしても話が寄りがちなんですね、まあ、結局不倫しちゃう話なんでそれをそのただのメロドラマとしてではなくそれを飛び越えてそのギャッツビーとニックの友情物語としてそれがあることによって成立するんですね。はい。そのもうなんかもう私もフリードラマとか見てるとそのなんていうんだろうちょっとイライラしてきちゃうんでうわーってなっけってなっちゃうんですけど、でもそのギャツビーとニックの友情物語があることによってなんか映画としてねもうちょっとワンランク上に行く感じがいいなと思ったんですね。まあなんか二人の出会いのニックとギャツビーの出会いのシーンっていうのがあるんですけど、うん、ニックの視点から見てギャツビーが本当最高の笑顔を浮かべていたっていうシーンがあって本当はまあディカプリオは本当に最高の笑みを浮かべてるんですけどやっぱそれってどことなく嘘くさいんですね、うん、で最初はちょっと嘘くさい笑顔だったんですけどそのあといろいろなことがあってその後にギャツビーが本当の自分をさらけ出してもうちょっとニックと喧嘩みたいになっちゃってでも本当の自分をさらけ出してその後に笑うんですよこの笑顔がね、本当にね、本当にやばいんです。なんその笑顔もさ、ですね。うん、もうなんて言うんだろう、ヒロインとの恋ドラマとかどうでもええや、この二人の話だけ見せえやって感じがして、はい、すごい良かったです。まあ、そのなんて言うんだろう、そこの話だけ聞くと、なんかニックの存在がギャツビーにいろいろ変化を与えたのかなっていう感じになるんですけど、最終的に、そのニックがギャツビーを思い出すことによってニックにもある変化が訪れるんですね、はい、でその変化は2人が互いに影響を及ぼし合って本当の意味で親友になれたのだということを提示してまして、まあ、これまたちょっと熱い感じがして私はすごく好きですね。そうです、なんか結構その華麗なるギャツビーとかってタイトルとかこういうパンフレットとかのね印象から受ける話って実際映画見るとちょっと違うと思うんですよ、うん、なんかもうちょっとドロドロした感じなのかなってみんな多分想像してたと思うんですけど実際に見てみるとその2人の友情っていうのが割とメインに描かれてて、うん、なんか結構熱いなんかスポコンものじゃないですけど
なんか分かりますか、伝わってますか、分かる分かる、なんかそういうなんかね、いい部分があるんですよ。で、また、男っていいわねみたいな。そうなんです、男同士の、まあ、こういうのがね、女性同士でもあったらね、私はそれはそれで好きなんですけどまたね、そのなんていうんだろう、ギャツビーの唯一の理解者ニックっていうのは、あのディカプリオとバズ・ラーマンの関係にも当てはまるんじゃないかなと思うんですよ、うん、あの、何て言うんだろう、その彼なるギャツビーより前に撮られたあのブーラン・ルージュっていうもの、うん、まあ、バズ・ラーマンさんとしては代表作といえる作品があるんですけど、何て言うんだろうそうかなって、綺麗な中でちょっと汚い部分を持っている人がひたむきに頑張るっていう姿がバズ・ラーマンさんっていうのがすごい好きなんだと思うんですね。なんか過去の映画見ててそう感じたんですけど、あ、それが周りの人は何と言おうと自分は君のことが一番輝いて見えるよっていう感じがあって、それがなんかこの華麗なるギャツビーという作品を通して完全に二人にマッチしてなるほど、ね、はい、いいなって思いました。あと、あのこれはなんて言うんだろう、ロミオとジュリエットにおいてもし二人が死なずに引き離されてしまった場合のその後の物語にも当てはまるんじゃないかなって思ったんですね。あの、まあ、なんていうの、そういう展開になってくると割と女の子ってすぐ切り替えが早いっていうか、うん、切り替えが流行って、なんていうの、変わってしまうんですけど、でもロミオはなんかそれでも一途にジュリエットのことを思い続けてるんですね。でもジュリエットは変わってしまったけど、でもそれでもロミオはずっとジュリエットのことを思い続けてて、その姿ってなんかすごい痛々しい感じがして滑稽なんですけど、語り部の目には何よりも美しくあり続けるっていう感じがあるっていう、さっきからずっと同じこと言ってる気がする。これは何分ぐらいのと、はい、これはですね、142分です。長いんですよ。まあ元々の小説が長いからっていうのもあるんですけど、まあ、あとはそのバズ・ラーマンさんお得意の作り込んだ画面のシーンとかがいっぱいありまして、あの間にね、あのギャツビーとニックが初めて出会うパーティーのシーンがあるんですけど、うん、そのパーティーがもうなんか10分ぐらい永遠とパーティーシーンがあったんですよ。めっちゃキャーキャーキャーみたいな感じで、本当に狂乱っていう言葉が似合うパーティーで、そことかね、あの私ちょっと残念ながら 2D 版を普通ので見たんですけど、 3D で見たら絶対綺麗だったと思うんですよ、うん、なのでまあ映像をね楽しみにつつ、ギャツビーとニックの友情物語に目を向けていただければかなり楽しい作になるんじゃないかなと思います。不女子も燃えますよ。不女子認めたい。私は不女子ですよ。悪いです。不女子のお花畑レビューです。あ、どうする？いい時間だったよ。あ、そうです。ではね、ですね、まあ、信念なき振り回され、これは男の友情物語だ。はい、本日の映画は華麗なるギャツビーでございました。はい、皆さんまた次回。バイバイ。